にちは、クロトリーフチャンネルです。今日はこちらのですね、斑入りのパキラについてお話ししたいと思います。まあ、こちらですね、普通のパキラと、違うといえば違うんですが、何が違うかというと、見ての通りですね、斑が、模様が入っているようなものなんです。で、こちらですね、正直言ってしまうと接ぎ木という方法で作ってまして、普通の、要は土台は普通のパキラ、青いパキラなんですけども、こちらにですね、こう斑入りの部分の枝を刺してるんですね。なので管理方法としましては、こちらからですね、こう今芽がついてるんですけど、こっちから出てくる土台のパキラは青っぱが出てきます。で、ここのついてある上の部分は常に斑入りが出てくるので、間違ってもですね、こういうところでカットしてしまうと、斑の部分ここだけですから、もう普通の緑のパキラに戻っちゃうので、剪定ができないとだけ覚えておいていただければ、こういうここの枝に関して、ついてある上のこの部分に関してはカットしてもいいんですけども、ここのついてある下から切っちゃうとですね、もう普通のパキラに戻っちゃいますので、ちなみにこの斑入りの部分って非常に弱いので、寒さとですね、暗さですね、普通のパキラよりも全然弱いですから、なるべく明るい場所に置いていただいて、管理をしていただければ。下の土台の部分は通常のパキラと変わらないので、そこは強いんですけど、上の斑の部分に関してはなるべく明るい場所で管理していただかないと、冬場とかで葉っぱが一気に坊主になっちゃうことがありますので、管理方法は十分に気をつけていただければ、比較的、強いといえば強いといえば強いような植物になりますので、管理方法をしっかりとですね、覚えていただければいいと思いますので、よろしくお願いします。